ザ・ライト・レブ、ビショップ・ファイソン陰影1902、パブリケーションフィリップ・ケンボール・ファイソンは、英国聖公会宣教協会から日本に派遣された、宣教師である。1848年に、イギリスサフォーク州、ブリー・セイント・エドモントで生まれる。ケンブリッジ大学、クライスト・カレッジで学ぶ。1872年に祭司に任職され、ドライプール教会で奉仕する。日本派遣宣教師に任命され1874年にジョン・パイパーと共に来日する。ファイソンは日本語を学んだ後、1875年新潟に行く。1882年に学校町に講義所を建てる。平岡徹也、芥川清五郎に洗礼を授ける。その後、グイド・フルベッキやジェームス・カーティス・ヘボンらと共に明治元訳聖書の翻訳に携わる。1889年には大阪産一神学校の校長になる。北海道地方部初代主教としてファイソンが派遣される。北海道地方部にはジョン・バチェラーや W ・アンドルーズらがいた。1908年に引退し、イギリスに帰国して余生を過ごす。1928年に死去する。ありがとうございます。